たね。カラーマスカラカメレオン、私木村美沙はグリーンを選びました。雑誌的なおすすめは目尻だけにグリーンのマスカラをつけるのがおすすめです。すごく発色がいいので綺麗に塗ります。普段使いにもすごい使いやすい色になってます。Baby, you're a sweet star.今日はカラーマスカラに合わせてコーディネートをしました。青はすぐ合わせやすいのでいつも通りの服装にしたんですけど、が結構ガーリーなのでパンツでハードに締めてみました。今日はカラーマスカラに合わせてコーディネートしました。ポイントは白、黒、赤を使ってコーディネートしてみました。足元のラバーソールも白と黒で、靴下はハイヤーにしてみました。マスカラの紫に合わせて上はシンプルな洋服にしました。今日はカラーマスカラに合わせてコーディネートしました。チェックのところに緑が入ってて、私はマスカラがグリーンなのでグリーンとグリーンを合わせて、で赤でちょっと秋っぽくしました。突然変異で髪の毛がロングに伸びました。お気に入りです。カメレオン、私矢野アンナのカラーはイエローです。まつげの先っぽに少しだけポンポンってのせるのがポイントです。カラーマスカラカメレオン、私柴田ひかりが選んだのはピンクです。目尻などにちょっと塗ったりしてポイント使いをするのがおすすめです。今日はカラーマスカラに合わせてコーディネートしました。私はイエロー担当なので全体的に黒と白でまとめて黄色が映えるようにして、ちょっとハロウィンを意識した感じでボーダーのトップスを着て、でそのなんかちょっとマットハッターが持ってそうな帽子っていうイメージでちょっと大きめの帽子をかぶってきました。今日はカラーマスカラに合わせてコーディネートしました。マスカラが目立つようにグレーのシンプルなワンピースにしました。ちょっと肌寒い時用にアクセントにもなるしチェックシャツを腰に巻いてきました。